パリ五輪12日目レスリング2024年8月6日シャンドマルスアリーナ男子グレコローマンスタイル130キロ級で五輪史に残る金字塔が打ち立てられた決勝で41歳のミハイン・ロペス・ヌニュエスキューバがチリ選手を6対0で破り08年北京五輪からの五連覇を達成した五輪の個人種目での五連覇は全競技種目を通じて史上初の快挙 レスリングでは日本のイチョウカオリが4連覇を達成しているが、21年東京五輪でイチョウの記録に並んでいたカリブの怪人がさらにその数字を伸ばした。優勝が決まると、コーチを投げるパフォーマンスで喜びを表現したロペスヌニュエス。最後は履いていた黒のレスリングシューズを脱ぎ、マットの中央に残して戦いの舞台から降りると、この日一番の大歓声を気持ちよさそうに浴びた。 シューズをマットに置いた糸については、レスリングからの正式な引退と、若手に道を譲ったことを示す瞬間だと現役引退の意向を示した。